こんにちは、シカです。今回は夏にぴったりなさざ波ロングワンピの作り方。以前の動画で説明したビスチェワンピと似ていますが、今回はドレスの型紙で作っています。デザインのポイントは袖。ドレスの型紙は長袖仕様になっていますが、肌に近い色を袖に塗って半袖風に見せています。つば広ストローハットや貝殻ポケットと合わせたり、レースの傘と合わせても可愛いです。ロング丈なので優雅で大人っぽい印象になりますね。夏至祭の花冠と合わせてビタミンカラーバージョンも作ってみました。マイデザインも配布中。それでは早速作ってみよう。型紙は長袖ドレスを選択。今回使う色ですが、その前に注意点。初期パレットは右から3番目にホワイトが設定されています。このホワイトは他の色に変えないでください。他の色に変えてしまうと、なぜか裾の模様がうまくつながらないので。それでは改めて仕様カラーのご紹介。右から、ブルー1。ブルー2。ホワイトは初期の位置のまま。ブルー3。ブルー4。グレー1。グレー2。グレー3。そして肌の色に合わせたベージュ。ベージュは一番明るい色の肌に合わせています。ちなみにビタミンカラーバージョンはこちらの数値で作りました。褐色もヘルシーで可愛い。まずは正面デザインから作っていきましょう。上9マスをブルー1で塗りつぶします。ブルー2に切り替えて、中心から肩紐周りを描いていきます。左右対称に描いていくので、ツール内にあるミラーモードを使うと楽です。肩紐部分を白で塗って、ベージュで首周りを少しスッキリさせましょう。今度はブルー3の色で中心線の上にベルトを描いて、ブルー2の色でベルトの影も描き描き。続いて裾に波々線を描きます。ブルー3で一番下のマスに点線を描いて、上にマス開けて同じように。ブルー4に切り替えて、波々線を完成させましょう。2色使うことで複雑さが増し、立体的に見えます。グレー3でベルトの上に影を入れて、ベルトの下にはグレー2の影を、グレー1でスカート部分を描き込みます。上の部分が T 字になるようにして、次はグレー2に切り替えて、先ほど描いた影の周りを囲っていきます。さらにその周りをグレー3で囲えば、影のグラデーションができました。グレー2で裾の方にも影を足しましょう。グレー2のまま T 字をカキカキ。グレー3で T 字の隙間も埋めます。これでスカート部分が完成。正面デザインの仕上げに入ります。まずはグレー2で影を入れて、ブルー3でボタンもポチポチ。
グレーでボタン周りに影を入れて。グレー3でさらにもう一回。正面デザインはこれで完成です。ツールから切り替えコピーを選んで、後ろ側にもコピーしちゃいましょう。続いては後ろ側のデザイン作り。まずは上半身部分を少し修正。グレーにで影を曲線に直して。こんな感じで。後ろはシンプルなデザインに修正。次はデザインのアクセントとなるウエストリボンを描きます。わかりやすいように黒で描きますね。リボンの影をカキカキ。ブルー3でリボンの形を作って。ブルー2で影も入れつつ作っていきます。黒い部分をブルー2に塗り替えれば、リボンの出来上がり。仕上げにリボン周りに影をつけます。まずはグレー2で影をつけて、ちょっと見えにくいですが、グレー3でも影をカキカキ。これで後ろデザインも完成です。そしてラストは袖作り。中心線から上にマスの位置にベージュを引いて、腕の部分を塗りつぶします。ブルー4で袖口を描いて、あとはブルー1で塗りつぶすだけ。反対側の袖にもコピーすれば、さざ波ロングワンピの完成です。いかがでしたでしょうか。参考になったよ、という方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回。ご視聴ありがとうございました。